正面入り口の看板に大谷翔平投手の姿はもうない。9日、日本時間10日、エンゼルスタジアムを訪れると、MLB 公式サイトのエンゼルス・バンデット・ボリンジャー記者が話しかけてきた。珍しいね。日本の記者はあまり来なくなったよ。この日、来ていた番記者は7人。窮屈さは全くなかった。写真、胸が締め付けられる。大谷翔平がエグンベンチに向かって見せた。 礼儀。クラブハウスの顔ぶれも大きく変わった。入って右側、中央にある柱の手前だった大家のロッカーは、新加入のミゲルサの内野手が引き継いでいた。大谷に兜をかぶせていたバットボーイのスティーブン・パルド君はこの日、ビジター側を担当していた。大谷が抜け、ロン・ワシントン監督体制となったエンゼルスは9日、同10日のロイヤルズ戦に6対10で負け、 借金は10となったアンソニー・レンドン内野手やマイク・トラウト外野手ら主力野手の故障が相次ぎ今期も厳しい戦いが強いられている大谷はドジャースへ移籍後も何度もエンゼルスへの愛を見せる場面があったが二刀流が去った今エンゼルスの選手そして球団スタッフたちは何を思うのだろうか 昨期から加入し守護神を務めたカルロス・エステベス投手は大谷とアニメの話で意気投合していた。正直、メディアがとても多くても、減っても、特に気にならない、と前置きした後、言葉を選びながら話した。エステベス、若手は誰の邪魔にもならないように気をつけていた。ここの若手はとても礼儀正しいし慎重、誰の邪魔にもならないように気をつけていた時はあった。 彼らは今になって理解していると思う。あんなにメディアがいたのは昭恵がいたからなんだ、ってね。彼には常にたくさんのメディアがついて回っていたから。若手にとっては良かったと思うよ。ロイヤルズのハンター・レンフロー外野手も久々に訪れたエンゼル・スタジアムを懐かしみながら、昨季の喧騒を振り返った。みんなの受け取り方は違うと思うけどね。僕がエンゼルスにいた時、 メディアはみんな終始丁寧で、僕らが取材の時間を割くことに敬意を表してくれた。メディアが多かったことは、大したことではないよ。気遣うように話してくれた。球団候補から、ウィル、アイアトン新通訳はうまくやっている。と聞かれ、イエスと答えると少し安心した表情を見せた。別の候補は、大谷選手はいい球団に行ったと思います。 嫌味では全くなく、心の底から応援しているようだった。チームショップには昨季の MVP グッズのみが未だ残っている。スタンドに日本人ファンの姿はほとんど見なかったが、大谷17のユニフォームを着用したファンは何人もいた。大谷頼りだった昨季からの脱却、苦しいチーム事情は変わらないが、再建エンゼルスは選手もスタッフもみんな、前を向いていた。